はい、それではやっていきましょう。大門さんのお話です。まあ、力学ですね。やっていきましょう。図のように、まあ、こういう物体があって、まあ、右から、小球バーンで打ち込んだと。打ち込んだというか、なんだ、弾性衝突させたと言ってますね。物体、で、等位置、させましたと言いますね。で、丸1。物体 P が台の上面を滑っている間の床面に対する台の加速度。台加速度が生じるんだって。なんででしょう？それは、わかるよね。まあ、こう台があったとしてさ、こう物体 P があったとして、まあ、この物体 P っていうのは、台に対して高時間に動いてるわけですから、摩擦力はこういうふうにかかりますよね。とすると、この作用、反作用の関係から、台にはこういう方向に力がかかりますよね。だからこいつのせいで加速度運動するね。何をしないといけないかっていうと、運動方程式を立てるからね。よいしょ。どうしようかな。よいしょ。ね。台に対する運動方程式より台の質量はラージ M、 物体 P はスモール M ですか。だから加速度を AD にしようね。生じる加速度を AD にすると MAD イコールで、加速度を起こさせているのはこいつのせいで出すからですから、こう感じなんですね。かな、はい。いうことですね。だから、おー、とどかきゃいいか。まあ、上書くか。なので、よって、A の D っていうのは、μ の、ラージ M 分のスモール M、G。なんだけど問題ではラージ M 分のスモール M っていうのは K で表されてますから、こういう感じですね。はい。という問題でした。丸2。丸2は、小球が衝突した直後の、台に対する物体 P の速さ。うん。台に対する物体 P の速度か。速度ですから、まあ相対速度考えるんじゃないですか。で、しかもこれ弾性衝突してるって言ってますね。まあ、まるでまずいか。解説プリントでは、まるで書いてますけど、ここでは丁寧に書きましょう。衝突前、このボールは、まあ、小球は、VO でこっち側に動いていて、この床の人から見れば、この物体 P は、左方向に V で動いてますよね。で、同じ質量で弾性衝突ですから、こいつは速度が交換されますね。なので、これ衝突前だと。その次どうなるかっていうと、あ、今のメモってもいいですよ。すると、台は、もうずっと V で、ずっとっていうか、衝突後もこっちで、左側に VO で進んでんだけど、小球は VO で右向きに動いてるように見えますよね。なので、台に対する P の速度っていうのは、台から見た、P の速度ということと同じことですよね。は、じゃあいくらでしょうかっていうと、P の速度が知りたいの。ね。P の速度が知りたいんだ。ね。なんだけども、V っていうのを差し引きしてあげないといけない。で、OK、じゃあこれで終わりと思ったら、
問題文に、めんどくせえことに K、G、μ、H を使って表せって書いてあるわけですから、こうしてはまずいわけ。ね、非常にまずいわけ。じゃあどうすればいいんですかっていうと、これは台から見た P の初速度だよな。でしかもおそらくこいつをこいつも動摩擦力と同じように動摩擦力のせいで加速度運動するんでしょうと、ね、この台の上を加速度運動するんだって。加速度運動してる台から見てもこいつは加速度運動してるわけですね。何が言いたいのかっていうと、こいつの台に対するこの物体の相対的な運動に注目しています。やってみましょうか。するとこれはこれでまだいいんで置いとくんです。これはこれで置いとくね。するとまず、求めるのは P に対する運動方程式。まあこう書いておきましょうか、ね、であるこの、まあ、どうせこいつのせいで加速度運動するんですから、その加速度を AP と置きましょう。そうするとまあ運動方程式がこういう感じになりますよみたいな、ね、でじゃあこの台から見た物体 P の運動はどういうふうに見えるでしょうか。それは加速度が AB で初速度が何ですか ?V の等加速度運動ですよね。と見える。これ大丈夫ですね。要はこれが相対加速度で、台から見た P の加速度ですね。相対加速度で言うなれば、これが相対初速度言うなれば、そんな感じ。ね、でじゃあこの次何すればいいかっていうと、この物体 P はこの台を H だけ進んでますよね。ということからこの式になっちゃったんですか。 V2 乗引く V4 の2乗イコール 2AX みたいな。ほう。で何求めればいいんだっつうと、これを求めればいいわけですから、こいつはいくらですかっていうと、つってなるわけです。いいかな。確かにまあ普通に答えるんだったら別にこれでいいと思うんです。ただこれをそのまま答えに書いちゃいけないって縛りがあった。ってことは、この相対的な、相対速度だよな、これな。相対速度が分かったよな。ということで、相対速度から相対的な運動を見れば分かるんじゃねえか。っていうことで、相対加速度を求めたし、相対初速度を求めたし、まあ、言うはこれだなと同じになるわけ
ね、相対加速度、相対加速度。で、まあ相対的であれ、あってもなくても、この、ここからここまで P は H だけ進むっていうのは事実ですから、こういう式が成り立ったわけですね。それから、相対加速度、要は V を引く V をこうやって求めてあげたわけ。いいかな、こういう思考から大丈夫かな。次3番。3番は、物体 P が A から B に達するまでの時間。ね。同じように相対的な、相対運動を考えればいいんじゃないですか。すると、台から見た P の運動より、要は相対的な運動について注目しましたって言ってるね。より、A から B だっけ。ね、A から B への、時間を T とすると、ね、V イコール V をプラス、AT ですね。してあげると、こいつは V じゃねえか、 T ごめんなさい、ね、T は T はよいしょ、1たす K かけのμ g 分の 2h とこういうことになるわけですね。と求まるかな。はい、まああっさりですね。4番 V を求めろって言ったわけですね。 V を求めろって言ったで、どうすかなって時にV ってなんだって時に、この台そのものの初速だって、初速度ですよね。で、こいつが t 秒かけると止まるって言ってるんですよ。だから、台に対する、台の運動に注目して、はじめは分かんないけど、はじめは V だったので、t 秒後は0になったプラス AD の T って言ったわけですね。これ AD D と P、分ければよかったね。これは A の D です。で、 t 秒カウントをしたら0になったよ、計算してあげてください。すると A マイナスk かけのルートの1たす k 分の 2hμg となるんですね。やっぱりマイナスになるんですね。左側に行くってことがこの符号から分かりましたね。4番 V を求めろって言ってるんですね。これプッて入れればいいじゃない、ね、ですると V をイコールV プラス21たす K の老人です。ですから V 用は1たす K 分、ルート1たす K 分の 2μgh という感じになるわけですね。な、そっか、 K は次数が次元がないわけですから別にこれでもいいわけですね。はい、という話でした。どうかな、これだな、この前半部分はこれが山ですね。よし、これでいいやと思って、これもうできねえ時に、これが答えにならないって時に
じゃあこの相対運動に注目して、相対加速度を求め、で相対加速度からで、しかも H だけ進むっていうのは、まあ、事実ですから、そこに注目してこの方程式立てれたかということが大事かなと思います。では次の動画に行きましょう。